皆さんこんばんは。ナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろです。今日は多度津駅に来ています。今回は予算線の快速列車に乗って高松駅へ向かいます。それでは改札口を通ってホームへ。乗車するのは20時32分発の快速サンポート南風リレー号。2番乗り場から発車します。まもなく列車が到着。ここからは画面下の副音声テロップでご案内します。
の快速電車です。高出まで各駅に止まります。お近くのドアボタンを押してお乗りください。次は丸亀です。この列車は高松行きの快速列車です。高出まで各駅に停まります。高出を出ると足岡、高松の順で停まります。この列車には切符を発売集める係員が乗務していません。切符は正しくお買い求めの上ご乗車ください。車内で郵便のお客様が
横の押しボタンでドアをお開けください。すべてのドアがご利用いただけます。列車が停止してからドア押しボタンが使えるまで少々お待ちください。次は坂出です。岡山方面への乗り換え駅です。この列車は高松行きの快速列車です。坂出から快速運転を行います。坂出、秋岡、高松の順で止まります。この列車には一等発車
行きの快速列車です。高出から快速運転を行います。八王子、高松の順で止まります。お近くのドアボタンを押してお乗りください。閉まるドアにご注意ください。
員にお渡しいただくか、IC カード発送機の近くにある西側の運賃室、または前の車両の運賃箱においでください。ドア付近のランプが点灯しましたら、ドア横の押しボタンでドアをお開けください。すべてのドアがご利用いただけます。列車が停止してからドア押しボタンが使えるまで少々お待ちください。高松行きの快速列車です。次は高松に停まります。お近くのドアボタンを押してお乗りください。
の高松に行きます。お忘れ物のないようにご用意ください。ドア付近のランプが点灯しましたら、ドア横の押しボタンでドアをお開けください。すべてのドアがご利用いただけます。列車が停止してからドア押しボタンが使えるまで少々お待ちください。本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございました。高松駅に到着。2700系特急うずしお号と並びました。それでは改札口へ。今回の快速三ポート南風リレー号の車窓旅はいかがだったでしょうか。意外と高速運転でモーター音も軽やかに夜の車窓を駆け抜けました。今回の多度津駅から高松駅までの区間は昼間の動画もたくさん公開しています。よかったら過去の動画から探してみてくださいね。ご案内はナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろでした。広告なしの鉄道車窓動画始めました。この度車窓に特化したメンバーシップが始まりました。ご登録はメンバーになるのボタン、もしくはこの動画の説明欄の URL から登録できます。